ジャングルブック、ジャングルブックは、英国の作家、詩人ラドヤード・キップリングが1894年に出版した短編小説集。翌1895年には、続編、続ジャングルブックが出版された。赤ん坊の頃から狼に育てられた少年、モーグリが主人公の連作が特に巧妙。本項目では、続編も含めて記述する。 1893から94年に雑誌に掲載された7つの短編からなり、ベイリング界のアザラシを取り上げた第4話を除き、いずれも熱帯のジャングルに住む動物たちを主人公とした物語で作者のインド生活から取材したものであるが狼に救われ、育てられ、熊やヒョウとも仲良くなり、幾多の冒険を経験して、再び人間世界に戻る話。 キプリングが発表したすべての、モーグリモノの小説をまとめたもので、1933年に、刊行された。上記の既存大編集収録の、モーグリモノの8作に、短編、インザルックにてとして収録されているが加えられた全九編で、構成。カブスカウトの構想を立てる、際のモチーフとされた。小原秀夫、猛獣もし戦わば、KK ベストセラーズ1970年。 ありがとうございます。